貴乃花と恵子夫人の離婚に隠された真実とは。皆さんこんにちは。今回は平成の大横綱貴乃花とその妻だった恵子さんの離婚についてお話ししたいと思います。貴乃花といえば、若い頃から類いまれなる才能を発揮し、二十歳で史上最年少の横綱に昇進。兄の若乃花と共に若鷹ブームを巻き起こし、相撲人気を牽引してきました。華々しい活躍の一方で、さまざまな騒動にも見舞われた貴乃花。平成30年9月、ついに相撲協会からの退職を発表します。そしてわずか1ヶ月後、23年連れ添った妻の恵子さんとの離婚が明らかになったのです。一体なぜ貴乃花は相撲界のトップに立ちながら最愛の家族をも失う事態に陥ったのでしょうか。今回は2人の結婚生活を振り返りながら、離婚劇の真相に迫っていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。貴乃花と恵子さんが出会ったのは1993年のこと。当時恵子さんはフジテレビのアナウンサーとして活躍していました。宮崎県出身の彼女は上智大学を卒業後、フジテレビに入社。目覚ましい活躍を見せ、局内でもエース格の存在だったのです。恵子さんはとりわけスポーツ番組での活躍が目覚ましく、サッカーワールドカップやプロ野球など数々の大舞台で実況を務めました。フジテレビのスポーツの顔と称されるほどの存在だったのです。そんな彼女が国技ともいえる大相撲の世界と結びつくことになります。きっかけは1993年に開かれた食事会でした。そこで恵子さんは若きエース貴乃花と運命的な出会いを果たします。二人の交際は瞬く間にマスコミの注目を集めることに。当時貴乃花は二十歳で史上最年少の横綱となったばかり。一方の恵子さんはフジテレビきってのエースアナウンサー。華々しい経歴を持つ二人のカップル誕生は世間を大いに沸かせたのです。昭和芸能。そして1994年10月、二人は晴れて入籍。貴乃花は24歳、恵子さんは32歳でした。8歳の年の差があり、また恵子さんは再婚だったことから格差婚などと揶揄する声もありました。しかし輝かしい未来を予感させたこの結婚に、早くも暗雲が立ち込めます。恵子さんは結婚発表の場で妊娠を否定。ところがその4ヶ月後、第一子となる長男雄一さんを出産したのです。授かり婚を隠していたことで恵子さんへの批判が高まります。フジテレビの人気アナウンサーが横綱の格好のお嫁さんになるため妊娠まで計算していたのではといった憶測も飛び交いました。苦難の日々が始まった恵子さん、悪質な噂や中傷は後を絶ちませんでした。ある日、自宅のポストを開けると、そこには嫌がらせ内容の手紙が。横綱の嫁のくせに随分出しゃばっている。姑息な女に払い奉公される横綱が不憫だ。心ない言葉の数々に恵子さんは深く傷ついたといいます。そんな中、恵子さんに追い打ちをかけるような出来事が起こります。平成10年、貴乃花洗脳騒動と呼ばれる一件が持ち上がったのです。貴乃花が整体師に洗脳され、両親の言葉にも耳を貸さなくなったというのです。騒動の発端となったのは、貴乃花が信仰のあった人物の講演会でした。この人物は独自の思想を展開することで知られていました。この講演会に貴乃花は頻繁に足を運ぶようになります。やがて両親や兄弟からの忠告にも耳を貸さなくなっていったのです。父親はマスコミを通じて貴乃花を強く批判。息子は完全に洗脳されてしまったと嘆きました。約1年にわたって紛糾したこの騒動、恵子さんは終始夫の味方に立ち続けました。あの時の主人に何もおかしなところはありませんでした。誤解されていることがとても悲しかったと後に恵子さんは振り返っています。しかしこの騒動をきっかけに、貴乃花と実家との溝は決定的なものとなってしまったのです。平成15年、貴乃花は現役を引退し、年寄り
貴乃花を襲名します。そして翌年、父から譲り受けた二子山部屋の師匠となりました。師匠の妻となった恵子さんは、東京墨田区にある相撲部屋とは別に豪邸を構えます。いわゆる通いの女将を選んだのです。恵子さんがこうした決断をしたのは、貴乃花の意向があったからだと言います。幼少期からメディアに囲まれて育った貴乃花は、我が子を同じ環境に置きたくなかったのだとか。通いの女将となった恵子さんは、実に多忙な日々を送ることになります。昭和芸能、朝は子供たちの世話で始まります。3人の子供を学校に送り出した後は、大奮闘が待っていました。恵子さんはまず自ら腕を振るって力士たちの朝食を用意します。味噌汁に卵焼き、ししゃも、納豆、そして欠かせないのがたっぷりのご飯。一般家庭の何倍もの量を作らなければなりません。朝食の後片付けを終えると、今度は昼食の準備です。ちゃんこ鍋や冷や汁など、バラエティに富んだメニューを考案。材料の買い出しから調理まで、すべて恵子さんの仕事でした。昼が過ぎれば稽古の時間。恵子さんは弟子たちに差し入れを配ったり、時には的確なアドバイスを送ったりと、母親のような存在として部屋を支えました。夕食の支度を終えると、今度は我が子との団らんのひととき。家族との何気ない会話が恵子さんにとっての一番の癒しだったといいます。こうして恵子さんは家庭と部屋を懸命に往復する日々を送りました。料理の腕前は折り紙付きで、数々の料理本を出版。テレビ番組でもしばしばその手腕を披露しました。まさにスーパーおかみと呼ぶにふさわしい活躍ぶりだったのです。しかし、そんな恵子さんにも悪い噂がつきまといます。幕下力士を無視しているとか、特定の力士にだけ甘い顔をしているなど、性格の悪さを指摘する報道が出回ったのです。果たしてその真偽は定かではありませんが、恵子さんはこうした噂に心を痛めていたようです。一方、貴乃花部屋になって以降、次々と問題を起こしていきます。弟子同士の暴力沙汰に、弟子による暴行事件の隠蔽、そしてついに平成29年、貴乃花は協会の方針に反発し、理事解任処分を受けるに至ります。恵子さんはこの時も夫を支え続けました。しかし、心労がたたったのか、体調を崩す場面も。部屋を通いの女将として切り盛りしていた恵子さんにとって、この出来事はこらえたことでしょう。そんな中、長男の雄一さんをめぐって夫婦の意見が対立し始めます。雄一さんは靴職人を志すも、貴乃花は息子の芸能活動に反対の姿勢を見せていました。雄一には後を継いで横綱になってほしかったのでしょう。でも、私は彼の夢を応援したかったと、恵子さんは当時を振り返ります。息子の進路をめぐって次第に溝が深まっていったようです。そして全てが終わりを迎えます。平成30年9月、貴乃花は相撲協会からの退職を表明。そしてわずか1ヶ月後、恵子さんとの離婚が発表されました。円満離婚ではないと語る貴乃花に対し、恵子さんはそんなことはないと反論。離婚をめぐる二人の主張は真っ向から対立することとなりました。しかし、この離婚劇には隠された真相があったのです。なんと恵子さんは映画監督のジャッキー・ウー氏と不倫関係にあったのではないかと噂されているのです。ジャッキー氏との出会いは平成27年と報じられていますが、この頃恵子さんはまだ貴乃花との婚姻中。さらに離婚の2年前には、ジャッキー氏と化粧品ブランドを共同開発するなど、極めて親密な関係にあったことがうかがえます。貴乃花との離婚は恵子さんの不倫が原因だったのでしょうか。もしそうだとすれば、夫を支え続けてきた恵子さんがなぜ心変わりしてしまったのか。その真相は闇に包まれたままです。平成の大横綱貴乃花、輝かしい実績の裏で様々な苦難に見舞われてきました。そしてついに23年連れ添った妻との離婚という悲しい結末を迎えてしまいます。果たして二人を分かつこととなった真の理由とは。
通いの女将として奮闘した恵子さんの本当の思いとは。その謎は未だ解明されないままです。貴乃花と恵子夫人、日本中を沸かせた二人の結婚生活はなぜ破綻を迎えてしまったのか。表舞台で繰り広げられた離婚劇の裏側にどんな真実が隠されているのか。今回は数々の伝説を残した平成の大横綱とその妻の知られざる素顔に迫ってみました。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。